いやー、高円寺来ましたね。雪降ってきたよ。ほら、雪降ってきたよ。はい、その雪の中スタジオです。今から水木亜紀も来ますけど、先に僕がレコーディングやります。それでは行きましょう。えい、止まってればかりね、雪が降ってるかどうかっていうね。今から一番のねスタジオ行きますよ。前水木さんの動画に出てきたスタジオですね。よいしょ。いやー、これちょっと音色変えた方がいいな。撮るの忘れてました。はい、リハーサル終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。苦戦しました、はい、どうですか、何やったんですか。サウンっていう歌と、はい、悪魔のフィールソーグッドの、はい、オリジナルなんですけど、はい、いやあのリズムの部分がちょっとやっぱ苦戦したのと、はい、ちょっと私は力んで感情込め込めすぎちゃって、うん、ちょっと重く聞こえちゃうよってもう一度に言われ、はい、で今なってちょっと落ち込みましたけど、歌っててやっぱ楽しくなっちゃったから、まあいいやって。じゃ良かった、良かったところいい感じになって、良かったところ、うん、いやどっちもいい曲やなって。あ、曲が良かった。あと歌詞がいいなって思いました。あ、自分の良かったところ、自分の良かったところ、うん、声がよく出てた。あ、声よく出てた。あと、うん、歯切れよく歌えた。うんうんうん、それ多分最初に声出したからだと思うね。はい、はい、もう一度に感謝です。あ、ありがとうございます。こんな感じでやってます。スタジオの下ですけどね。ミーティングルームです。はい、はい、はい、あきちゃん頑張ってますよ。皆さん応援してあげてくださいね。中村さん、中村さん謙虚ですねって言ったけど、僕自分のバンド時にあのやりすぎるぐらいなので、ね、これぐらいがちょうどいいです。じゃあ皆さんに最後、はい、はい、頑張りますみたいな感じでお願いします。はい、じゃあこれからも頑張りますので、水木亜紀よろしくお願いします。はい、ではでは皆さんまたね。